1対1という結果でしたけれども、まあ、試合終わっての感想いかがでしょうか。逆転できなくて、まあ、残念というか、まあ、先に失点を、ここ最近繰り返しているので、まあ、アンラッキーな部分もあるかもしれないですけど、まあ、しっかり修正して、まあ、勝てるように、まあ、やるしかないなと思います。その先に失点をしてしまっている要因というのはどういったところにありますか。まあ試合後ならいくらでも言えるので、まあ、そういうのをちゃんとね、なくすように、まあ、しっかり入りというか、まあ、やらなきゃいけないことあるので、このミスしてしまった選手とかだけじゃなくて、まあ、全員がしっかり考える必要があると思います。今日はちょっとピッチが万全のコンディションではなかったと思うんですけれども、芝に関してはいかがでしたか。まあ、それも、まあ、サッカーというか、相手も状況一緒ですし、その中でもしっかり戦えるものを出さなきゃいけないし、こういうところでも、勝っていけるチームっていうのは、やっぱ強いと思うので、まあ、自分たちのしっかりやれることをやって、まあ、勝てればよかったですけど、まあ、そこは残念ですね。本当に J2 今年非常に大混戦になっております。戦い抜くために何が必要になってきますか。やる、ブレずに、まあ、しっかり自分たちのやることをやって、まあ、自分たちがこうすれば、まあ、うまくいくっていうのはもうみんな分かっているので、そこをしっかり、ピッチで出せるようにまた練習からしっかり、やっていく必要があると思います。今日は本当に多くのサポーターが名古屋からも駆けつけてくれました。最後に一言お願いします。ホームアウェイに関わらず、たくさん毎試合応援いただいてますし、そのエネルギーっていうのは、僕らは感じている中で、前節、ね、今節と結果が出せてないので、必ず次はこのみんなで、試合終わった後に笑えるようにやっていきたいと思います。ありがとうございました。